ヨンギー・パク・パーンは大韓民国の現代音楽の作曲家。パーンは琵琶の称号、マガキアンを表す。夫のフーバー正教語はヤング・ヒ・フーバー・バハックと改名している。連合軍軍世紀の清州史に生まれる。1960年代までは現代音楽に関する書物は日本語のものしかなく、まず日本語を覚えることから始まったという。やがてドイツへ留学し、 フライブルク音楽大学でクラウス・フーバーなどに支持後に、フーバーの妻となり、イタリアのパニカーレとブレーメンを往復している。第5回ボスビル現代音楽フォーラム第1位、インターナショナル・ロストラム・オブ・コンポーザーズ、一般部門グランプリなどのいくつかの受賞歴があるが、ハイデルベルク賞をアジア人で初めて受賞したことが大きい。モンターニュからアジア人として、 初の CD リリースを行ったことが話題となり、1995年に秋吉大セミナーの講師として初来日。竹尾国際作曲ワークショップにも2001年と2003年の二度招待されている。早期にドイツにわたり独館の往復を行うことがなかったことから、韓国では長らく主流から外されていた。先方的な音組織を対応し、 素材を丁寧に変容させて良いシステムとともに豊かな世界を築き上げるのが特徴。初期にはプロポーショナルノーテーションやポリテンポなどの複雑な様相が残っていたが、現在は完全な確定寄付で作曲している。オーケストラを数箇所の音源に分割して、別々の音楽が同時進行する大オーケストラのためのソリ、ソリの成功を受けて書かれた任務で名声を確実にした。 反戦などの社会的メッセージを織り込んだテクストを使うことも彼女の個性とみなされていた。小さなパーカッションを担当する二人のクラリネット奏者とショーのための二リオン V では、クラリネット奏者がつまびく小型の打楽器を常に空いた手で触り、その打楽器の余韻がまぶされた中をーとクラリネットの線が持続音で太い音楽性を彩ってゆく。 通常の章の処方は一段で済ますが、複雑な持続を達成するために数段で書かれており、大変至難な練習を強いられる。しかし、聴衆には、その苦労が聞き取られることなく、高音域のドローンの移り変わりを自然に認知できる。6人の奏者のための、ユウ・ムール、デアブルンネン、イズミは、音空間が徐々に広がっていく様子が耳で聞き取れるくらいに、平明であり、 現代音楽の持つ難解さをできるだけ払拭する努力が認められる。最小限の道具でできる限りつつましくなおかつ強くといった態度がドイツで認められた。これ以後、先方性が顕著となり音場判定のしやすい構成に傾斜する。長らくの懸案であった韓国の偶話に基づく室内オペラ、月影も2006年にイサム音楽祭の枠内で初演された。 2008年のビオッティ国際音楽コンクール作曲部門の審査員メンバーでもあった。作品はリコルディベルリンから前作が発売されている。パクパーンはブレーメン音大の教授に就いた後、自家弟子のトビアス・クリヒヒが2013年度のガウデアムス国際作曲コンクールのグランプリを受賞した。その他の弟子にクラウス・ラングがいる。ありがとうございます。